アフガニ紙幣アフガニは、アフガニスタンの通貨単位。ISO コードは AFN。2020年9月2日、現在、1ドルイコール77.34アフガニ。補助通貨単位はプルで、1アフガニイコール100プル。ただし現在、プルは流通していない。2002年10月7日に行われたデノミによって1000、9アフガニが1新アフガニとなり、新紙幣も発行された。 その際、ISO コードもそれまでの AFA から AFN に改められた。発行はアフガニスタン銀行が行う1アフガニーイコール1.48032円である。1925年、これまで通貨であったアフガンルピーに代わって導入された。ソビエト連邦撤退後のアフガニスタン紛争では様々な派閥が独自に通貨を乱造したことから価値が急落した。 アフガニスタンイスラム主張国は紙幣を印刷せず、アフガニスタンイスラム国の紙幣を使用し続けた。新アフガニが登場するまでのアフガニスタンでは2種類のアフガニ紙幣があった。公式通貨の扱いを受けていたのは、ダフラティと呼ばれる紙幣。ソ連撤退後の1992年に誕生したラッパーに政権下で発行された紙幣である。1996年、ラッパーには、 タリバーンによって首都のカーブルを追われ北部同盟に参加することになるが、この際紙幣の印刷現場を持ち出しており、モスクワでダフラティは印刷され続けた。二つ目は準備紙。北部同盟のドスタム将軍派が大量に印刷した偽紙幣でインフレを起こしてタリバーン政権の経済を混乱させる目的があった。近年では、 準備紙はダフラティの半分の価値として扱われていた。タリバーン時代には1米ドルイコール7万アフガニほどのレートだったが最高額紙幣は1万アフガニ。アフガニスタンの人々は高額取引の際に何千枚ものお札の中に準備紙が混じっていないかどうかを確認する必要があった。デノミによって値動きはひとまず落ち着いたものの政治情勢の悪化によって 再び不安定となった。その影響から市場では米ドルが広く流通していており、公式、非公式問わず使用されていた。2021年8月にターリバーン政権が復活すると、経済制裁を受け、アフガニの価値が急落した。ターリバーンは、アフガニの使用を推奨するため、11月3日にすべての外貨の使用を禁じた。ありがとうございます。